岡山大樹は岡山県笠岡市出身のプロモトクロスライダー。チームは西日本の名門 SRF チーム SBE に所属。マシンは鈴木 RMZ250。メーカーテストライダーエンジニア。岡山県立笠岡商業高等学校卒。キビ国際大学社会科学部スポーツ社会学科卒業。2015年は フォーマットの変わった国際 B 級クラスの開幕戦ヒート1という記念すべきレースで勝利した。表彰式では昨年は悔しいレースが続いたのでシーズンオフにしっかりと準備して絶対に勝てると信じてレースに臨みました。本当に勝てて嬉しいし支えてくれているみんなに感謝しています。と涙ながらに語った。同年在籍大学である 君国際大学の学友会より、国際大会での活躍を理由として、スポーツ特別賞が授与されている。2016年より、国際 A 級クラスに参戦。6歳から、書道も始め、毛筆では特待生。2003年モトクロスを始める2005年、中国モトクロス選手権、チャイルドクロスクラスチャンピオン2005年。 全日本元クロス選手権中国大会チャイルドクロスクラス3位2005年 MFJ 日本グランプリチャイルドクロスクラス2位2006年中国元クロス選手権 J65 クラスランキング3位2009年中国元クロス選手権 J85 クラスランキング3位2009年全日本元クロス選手権九州大会 J85 クラス6位2010年中国元クロス選手権 J85 クラスランキング2位2010年、全日本元クロス選手権近畿大会 J85 クラス3位2011年、中国元クロス選手権、J85 クラスチャンピオン2011年、全日本元クロス選手権中国大会 J85 クラス2位2012年、中国元クロス選手権国内 B 級、クラス2位2012年元クロス全国大会国内、B 級2位2013年、 中国モトクロス選手権国内 A 級オープンクラスチャンピオン2013年モトクロス全国大会国内 A 級オープンクラス8位2014年全日本モトクロス選手権国際 B 級クラス16位2015年全日本モトクロス選手権国際 B 級オープンクラス8位2015年全日本モトクロス選手権九州大会国際 B 級オープンクラス優勝ありがとうございます